コギクの花の作り方を詳しくご説明します。お花紙1枚から2つのコギクができます。お花紙を半分に切ったら2枚重ねにします。8等分の蛇腹折りにしたいので、まず4箇所折り目を入れます。全部谷折りになるように折りましょう。それをさらに半分に細く折っていきます。山折り谷折り山折り谷折りと繰り返していきます。はじめに折り目をつけているので、きれいな蛇腹折りにすることができます。真ん中を人差し指で持って半分に折ります。人差し指を抜いた輪のところにハサミを入れ、引っ張るようにして切るときれいに半分に切れます。切ったうちの半分をさらに半分に折り、くるりと向きを変えて折り目でない方から角を丸く切り取ります。反対側も同じように切りましょう。開いたら真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます。2つともできたら2枚重ねになっているお花紙を開き、形を整えます。ここが分かりにくいところなので、説明用に色を変えてやってみます。蛇腹折りをある程度開いたら、端のところからオレンジと緑に分けて開いていきます。片側ができたら反対側も同じように開きます。紙が破れない程度に根元までしっかり開きましょう。これを90度回して机の上に置き、中心を指で押さえます。説明用に色を変えた方は花びらの間が空いて見えますが、同じ色を2枚重ねて作ると間が空いたようには見えず、ボリュームのある花になります。中心部分は黄色のお花紙を4分の1に切って作ります。くしゃくしゃに丸めたら、指先に液体のりをつけ、転がすようにして丸めます。のりをつけすぎるとベタベタになるので気をつけてください。花の中心に液体のりをつけ、丸めた黄色のお花紙を貼れば出来上がりです。画用紙で作った菊の葉っぱを添えると、ぐっと菊の花らしくなります。壁面飾りにしたり、鉢植えのようにしたりしてお楽しみください。